ユナイテッド航空826便乱高下事故とは、1997年12月28日午後10時40分頃、成田国際空港発、ハワイホノルル国際空港行きのユナイテッド航空826便が、巡航中の太平洋上において、晴天乱気流に遭遇して、乱高下し、乗員乗客合わせて393名の、うち乗客1名が死亡し、 18名が重傷を負った航空事故である。ユナイテッド航空826便は新東京国際空港からハワイのホノルルに向かっていた。826便は年末年始をハワイで過ごそうとする観光客が多く374人の乗客でほぼ満席であった。離陸から2時間弱が経過し、成田から1 5 3 0トル離れた北た。 太平洋上の高度3万1000フィートを飛行していた22時40分ごろ826便は青天乱気流に遭遇し30メートル落下した直後に23階上下に揺れた。この乱高下で多数の乗客や客室乗務員が機内で体を投げ出された。この時は乗客が食事を終えた直後で就寝前であった。またベルト着用のサインは出されていなかった。 機体そのものには大きな損傷もなかったことから緊急着陸するために直ちになりたへ引き返すことになった。また機内では同乗していた医師らによる負傷者の治療が行われたが日本人女性一人が頭部を強く打って死亡した。826便は12月29日午前2時半に着陸し、負傷者は成田市内の病院に搬送された。事故が 公海上で発生したことから、事故の調査は、航空機が登録されているアメリカ合衆国の国家、海安全委員会が担当した。それによると乱気流が発生することを予見するのは、難しかったとしつつも、操縦乗員と客室乗員とのコミュニケーションの仕方に問題があったと指摘している。事故機の N4723U は、製造から26年が経過しており、 事故翌年の1998年初頭に退役することが本事故以前より決定していた。そのため事故後は修繕不能扱いとされ事故時は旧塗装であったが当時の現行塗装へ変更されることなく翌1998年にはマラナヤパークで解体された。ありがとうございます。